ということで連結が完了してね、この大見岩津からは長い12両編成での運転になります。またこの大見岩津駅ではですね、連結作業準備のため5分ほど停車時間があります。大見岩津駅 1,2 番乗り場の列車発車案内です。下段スクロールで快速大阪行きは山科から新快速となりますと出ています。まあ、山科と、ね、京都っていうのは隣同士ということでね、まあ、京都からっていう案内もあれば山科からという案内もあるわけです。で停車駅もねスクロール表示されています。大戸温泉以外はね快速と新快速の停車駅の差はありません。しっかりね京都から先の停車駅も新快速に対応しています。6時41分、12両編成になった区間新快速大見岩津駅発車していきます。快速京都方面大阪行きです。新屋崎、アルマラ、大見高島の次に途中大見舞子まで向かう行きの博多、小本温泉、比叡山、坂本、大津京の順に停まります。さて、区間新快速は大見岩津から12両編成という長大編成になりました。ただですね、この列車敦賀を出てからまだ一駅も通過していないんですよね。あんだけスピードが出たので一駅ぐらい通過してそうな感じがしますが、大見舞子までは各駅ということで未だに通過駅はありません。路線名の通り都政線は琵琶湖の西側を走行していきます。そのため進行方向左側では所々で琵琶湖の水